はい、どうも、パチオです。今日は何の話をしていこうかっていうとね、日本学術会議っていうのを皆さん知ってますかね？それに関するね、ツイッターのトレンドが上がってたんですよ。ハッシュタグ、日本学術会議への人事介入に抗議するっていうね。まあ、ことはといえばね、日本学術会議の選考委員会という人たちがね、その日本学術会議にこの人たちを入れたいですよという推薦をしたんですね。で、その任命権者が一応内閣総理大臣なんですよね。っていうことで、菅さんがね、まあ普通の慣例通りだったら、全員をね、認めるんですけど、なんか6人の人をね、その日本学術会議に入れることを断ったんですね。で、それに対して、まあ、科学に、ね、学問に対する弾圧だみたいな感じで、まあ、抗議の声が上がっているという、そんな話ですね。でね、僕ね、なんでこれ断られてるんだろうと思ってね、結構調べてみたんですよ。調べてみたらね、相当闇が深いというかね、日本学術会議というその団体はね、一応ね、結構特別な団体なんでね、まあ、そんなとこまでその左寄りの人たちが侵食してるんだっていうね、なかなか結構怖い話になってるんで、それをちょっと喋っていこうかなと思います。まあ、まずね、そのホームページの紹介文からいきましょうかね。まず、日本学術会議とはね、どういう組織かっていうとね、行政産業及び日本国民生活に科学を反映、浸透させることを目的としてます。まあ、科学発展して、それが、国民生活にいい方向に働けばいいですよっていう団体ですね。職務としては、科学に関する重要事項を審議し、その実現を図る。はいはいはい。まあ、いいんじゃないですか。その2、科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。まあね、その科学研究っていろんなところで研究されてて、なんかいろんな成果が出たりするんで、それとそれをね、いろんな学者さんがね、この技術ここで使えるんじゃね？みたいな。まあそういうのよくあるじゃないですか。思っても見なかったね、こっちで使おうとしてた技術が、ね、こっちでは役に立たなかったけど、他のとこになったらめちゃめちゃ役に立ったみたいな、そんな話って結構あるんで、そういう話だと思うんですね。会員はね、210名。選考委員会っていう人が推薦して、内閣総理大臣が任命して、で、任期とかもあるみたいですね。そんなに長いこといられないようなことを書いてあったような気がします。ここまでは以上、ホームページですね。日本学術会議のホームページから調べてみました。それ、選考委員会のメンバーとかもね、一応見てみたんですけど、選考委員会の会長を務めてる方はね、10月1日まで、まあ、ただ9月の30日までかな。京都大学の総長を務めてた方です。まあ、その辺どうなんだろうっていう。まあ、歴代総長、学術会議のね、総長みたいなのを調べてみたら、大体東大と京大の人なんですよ。まあ、その辺で、まあなんか、いろいろ学閥争いとか、ね、そういうのもいろいろあんのかななんていうことを思いながら、まあでもね、東大とか京大の人って基本的に優秀だからね、そういうこともあるんだと思います。でね、僕、こっから先がね、ちょっとおかしいと思うんですよ。科学と関係ないっていうことがね、結構多いんですよ、調べてみると。例えばね、今回ね、推薦断られた人っていうのがね、名前がもう上がってるんで、まあ、下の名前はね、読めないこともあったんで、略させてもらいますけど、宇野教授、政治思想史専攻っすね。で、芦名教授、キリスト教学専攻っすね。で、岡田教授、行政法専攻の人です。で、小沢教授、憲法学の専門家ですね。加藤教授は、日本近現代史の、専門の方です。松宮教授、刑事法の専門の人です。みんなおかしいと思いませんか？科学がどうたらこうたらとかいう団体なのに、
今回その学術会議のメンバーに推薦された人たちがなんか科学関係ないんですよね。で、科学関係ないのおかしくねえかと思って、その学術会議のそのホームページに戻って、で、そのいろいろどういう組織なんだろうと思って調べてみたら、その分野別委員会っていうのがあったんですよね。その中ではね、30ぐらいの委員会があって、で、そんな中で、その30ある委員会の中で、まあね、その210名のメンバーがいる中で、その中で、そこの委員会に分かれて活動してるとは多分思うんですけど、その中で、科学と関係ないやつがね、30のうちね、10以上あるんですよ。それに関してね、ちょっとずつ言ってきますよ。まず、言語文学委員会。科学と関係あるかな？わからんけど。はい、次。哲学委員会。科学全く関係ない気がするけどな。次。心理学、教育学委員会。科学と関係ないどころか、俺、心理学と教育学一緒に混ぜちゃうのダメだと思うんだけど、かなり危ないよね。そのなんか洗脳に近いような、そんな意味は気がするんだけど。はい、次。社会学委員会。はい、科学と関係ありません。はい。次、史学委員会。これも関係ないよね。歴史とかそういうことだよね。次、地域研究委員会。お世辞にも科学と関係あるようには思えない。そのね、ちょっと百歩譲ってみたいな言い方してもね。次、法学委員会。まあ、科学と関係ないんじゃねえかな。まあ、そのね、いろんな、科学を発展させるためにこういうものを立法した方がいいんじゃないかという提案もできなくはないと思うんだけど。はい、次、政治学委員会。政治学は科学と関係ないっしょ。で、最後、経済学委員会と、経営学委員会。なんかこの辺はね、なんかギリギリセーフなような気がせんでもない。まあ、どっちかっていうとアウト臭いんだけど、とうとうね、合わせて、まあ他、そこから先はね、結構いろいろ、その、科学と関係してそうな委員会あるんですけど、30のうち、12ぐらい科学と関係なくねっていう委員会なんですよ。これおかしくねえかって。でね、この人たちがね、どういう活動をしてるかっていうのね、一応政策提言とかも結構してるんで、そういうのを見てったらね、こんなの出てきたんですよ。2017年、軍事目的のための科学研究を行わないという声明を出してます。科学を発展させるための団体が、まあ、軍事目的っていうこととは、の研究を行わないという、声明を出したんですよ。おかしくないですか？科学の発展の邪魔してないですか？軍事研究からさ、その民生化されていろんなもんがね、今、日常生活にあるわけじゃないですか。で、その科学よりも政治の方を優先してるんですよね。おかしくないですかって。で、僕ら軍事目的で作られた技術でね、結構生活してるんですよ。まあ、例を挙げるとね、インターネットなんかそうだし、まあ、携帯電話もそうですよね。あとね、レトルト食品なんか、あれ、レーションですからね。あと、ルンバ。ルンバってあれ、ね、自動で走って、ね、地雷除去とかそういうために作られたロボットのはずなんですけど、電子レンジもそうですよね。まあ、自動ドアなんかもね、センサーで、敵を感知して、それで反応するっていうね、あれだからね。あとね、分かりづらいとこではね、ティッシュペーパーなんかもね、確かね、そういうあれだったと思うんですけど、これ間違ってたらごめんなさいね、どういう風だったかちょっと忘れたんだけど、確かティッシュペーパーってね、もともと軍事目的だったもんが民生化に転用されて、あれだったはずなんですけど、で、そういう風にね、軍事の目的だったとしてもね、それをね、その民生の方に転用していくっていう、そういうことができるのがこの日本学術会議だと思うんですけど、そもそも軍事目的としての研究を禁止するって言っちゃってるから、まあ、簡単にはね、オートメーションとか、あとパワードスーツとか、そういうものはね、多分、この学術協会的にはね、研究しちゃいけないことになってると思うんですよ。あれ、だって軍事転用じゃないですか。もともとあれ軍事で開発されているものが。
ね、今福祉で使えるんじゃねえのみたいな、そういうあれだもんで、まあそれもダメということで、この人たちは科学の発展なんか別に考えてないよねっていう。で、そういうことでね、まあこれもう僕が調べてきたことは終わりなんで、結論なんですけど、元々の思想よりも政治力の方が結構濃いメンバー、まあメンバー選出にもね、そういうなんか今回も全く政治ね、科学と関係ない人たちを選ぼうとしている、まあそういう選出にもね、もう選考委員会がもうね、なんなら京大の元学長の人、元総長の人はね、なんかゴリラ研究の世界的な第一人者だったと思うんですけど、ね、そういうことをやってくれりゃいいんだけど、そのメンバー選びにもなんかそういう政治的な色をちょっと出しすぎてるんじゃないかなと。で、菅さんなんだけど、僕からするとね、これよく止めたと思いますよ。もうだって今まで通りハンコを押してりゃよかったんですよ。そのリストが出てきて、はいどうぞって、おいちょっと待てこれなんだって言える方が結構すごいことだと思うんですわ。まあね、河野太郎さんもそうだ、ね、今ねハンコをなくそうと一生懸命頑張ってるけど、俺結構こいつらってね、その政権の人たち有能だなと思うんですわ。で、この日本学術会議さんはね、もういっぺん解体した方がいいんじゃねえの。だってね、選ばれた人たちもなんかめんどくさいことやらんでよくなったでよかったわみたいなこと言ってるぐらいじゃんかね。そんな意味嫌われてるもんだったらさ、別にいいじゃん、もう解散で。なんかそんな気がするんですけどね。まあこれ反対意見とかもね、多分あると思うんだけど、まあそう反対するような人まあ見ないかと思うんだけどうん、まあこういうネタ、こういうことをね、動画でネタにしてくれる人を、ネタにする人いるかいないか分かんないんだけど、まあ僕はね、政治的な話も好きなんで、ね、こういうことを調べてみました。まあどっちかというとね、僕は右側にちょっと偏り気味なんで、まあ左側に偏ってる人を見るとね、反応せざるを得ないっていう感じなんだけど、まあね、ナチュラルな人の意見もちょっと聞いてみたいなっていう感じで、今回の話は終わりにしたいと思います。以上、パチョでした。バイバイ。